では、淑徳大学模擬授業動画の方を始めたいと思います。本日担当します人文学部人間科学科の吉森妙子と申します。よろしくお願いします。今日の内容なんですけれども、ストレスについてお話をしていきたいと思います。本日の目次になります。こちらですね。まず1点目、ストレスについてというふうな形で、ストレスの定義等についてお話をしていきます。2点目です。心理的ストレスの発生プロセスについてお話をします。で3点目で、おそらく皆さん気になるんじゃないかなと思うんですけど、ストレスへの対処方法についてお話をして、最後に講義のまとめをして終わりになります。で、この講義なんですけれども、ところどころ皆さんにちょっと質問を投げかけますので、もしよかったら一旦その時は動画を止めていただいて、考えてからちょっと動画の続きを見てもらえるといいかなと思います。はい、では早速やってみましょう。ワーク1です。今日この動画を見るまでに感じたストレスを思い出してみてもらってもいいでしょうか。自分が感じたストレスをちょっと考えてみてください。で、ちょっと考える人は、動画を止めてみてください。で、おそらくこれを質問された時に、皆さん何かしらストレス感じたものって思い浮かぶと思うんですね。朝通学の満員電車が辛くってとか、暑くってとか寒くってとかっていろいろ思い当たると思うんですよね。なのでストレスっていうふうに言われた時に、皆さん何かしら思い浮かぶと思いますし、多分ストレス感じるよとか、ストレス溜まったわとかっていうふうに日常生活でストレスっていう言葉とっても使ってると思います。じゃあそこでもう一つ質問です。ストレスを説明してくださいと言われたら何と説明しますか。さあちょっと考えてみてください。ストレスって何って聞かれたら、ストレスなことじゃなくて、例えば人間関係が自分にとってストレスとか、そういうストレスなことじゃなくて、ストレスってそもそも何って聞かれたら皆さん何て説明しますか。なかなか難しくないですか。はい、なので実は日常生活、私たちがよく使っている言葉の中に、心理学で使われているような用語もあるんですけど、意外にそのちゃんとした説明とか内容とかっていうのを知らないかと思いますので、今日はそういったところをお話ししていきたいと思います。では早速になりますが、ストレスの定義です。ちょっと読み上げてみましょう。心身の適応能力に課せられる要求及びその要求によって引き起こされる心身の緊張状態の包括的に表す概念である。意味わかんないですね。はい、もうこの時点では意味わかんなくて全然大丈夫です。で、ちょっと意味わかんないままになっちゃうかもしれないですけど、ちょっとこのまま説明聞いてください。で、まず、心身の適応能力に課せられる要求、これのことをストレッサーと言います。で、次、その要求によって引き起こされる心身の緊張状態ですね。このことをストレス反応というふうに言います。なので、ストレスって言った時に、まずストレッサーっていうものとストレス反応っていうものがあるんだって、この2つあるっていうことをちょっと分かっておいてください。で、例えばなんですけど、私とても苦手なんですけど、緊急地震速報ってないですか。あれ、すごく私はストレスを感じるんですけど、緊急地震速報を聞いた瞬間に皆さんどんな反応が出ますか。私はすごいドキドキするんですよ。もう心臓がビクビクってなってしまって、こうドキドキドキってなってしまうんですよね。結構そのドキドキが収まるまで時間がかかるみたいな感じなんですけど、この時のこの緊急地震速報の方がストレッサーになります。で、そのストレッサーを受けて体の方に起きてくる反応ですね、体もそうですし心もそうですし、体であればドキドキ、心であれば緊張するみたいな、そういう反応のことをストレス反応というふうに言います。で、この2つを合わせてストレスというふうに言います。なので、ストレスはこれがストレスだっていう、そのストレスフルな出来事だけじゃなくし、自分の体に起きていることだけじゃなくて、この両方を包括的に合わせてストレスっていうふうに言うんだっていうふうに、ちょっと今日はイメージしておいていただければと思います。はい、じゃあちょっとここで疑問なんですけど、ストレス感じた時私たちの体ってどんな反応をしますかね。今ドキドキって言いましたけど、皆さんストレス感じた時どんな反応出ますか。で、おそらく人によっては汗が出るとかっていう人もいるでしょうし、震えるとかっていう人もいるかもしれないし、分かりやすいのだと人前で話そうとするとこう顔が赤面するとかっていう方もいらっしゃるかなと思います。じゃあなんでそういうふうに体に反応が出るんでしょう。で、なんでドキドキするんだろうっていう、で、この点をちょっとお話ししたいと思います。ちょっと難しいかもしれないですけど、頑張って聞いてください。ストレッサーに対する、そういう外からの刺激に対する体の反応ですね。まずストレッサーが来ます。で、そうすると私たちの脳ですね、ちょうどこの脳の部分に、反応が
届きます。で、脳の中の大脳皮質というところからさらに視床下部というところに電気刺激が流れていって、もうここら辺は細かいことは分からなくてもいいですよ。なんとなく流れを知っておいてくれればいいです。で、視床下部というところから今度脳下垂体というところにさらに刺激がいって、この脳下垂体というところからなんと私たちの副腎皮質っていうところに、刺激がいきます。皆さんが見ている画面のおそらく右側の方に、人の体が映ってると思うんですけど、腰のあたりにピンク色の丸が2つあるの分かりますかね。そこが腎臓になります。腎臓って尿とかを作ったりする部分ですね。で、その腎臓の上に実はちょっと三角形っぽいですね、小さな臓器があるんですけど、そこが副腎というところになります。で、その副腎というところまで指令が走ります。で、その副腎というところからストレスホルモンって呼ばれるコルチゾールっていうものが出されるんですね。はい、まずここまでが1個目の流れです。で、ただ実はこれだけじゃなくてもう1個流れがあるんです。大脳皮質から視床下部に行った後、この後ですね、自律神経、なんとなく聞いたことありませんか皆さん。自律神経っていうものに刺激がいって、その中の自律神経って交感神経と副交感神経あるんですけど、その中の交感神経の方に、刺激が走って、そこから今度副腎髄質、皮質じゃなくて髄質っていうところに刺激がいって、アドレナリン、ノルアドレナリン、なんとなく聞いたことありませんか、アドレナリンが出てるとかっていうね、そういったところに、刺激がいって、ノルアドレナリンとかアドレナリンっていう神経伝達物質が出るっていう流れがあります。なので副腎皮質に行くから髄質に行くかで、それぞれから神経伝達物質っていうものが出ます。で、この神経伝達物質が出ると何が起きるのかっていうと、さっき言った心拍数の増加であったりとか、呼吸数の増加であったりとか、血圧の上昇、血糖値の上昇みたいなところが起きてきます。なので、みんながその緊張したりとかした時にドキドキするのはなんでだろうっていう時に、実はそこは脳から刺激がいって、みんなの体の中にある腎臓の上にちょっと乗っかってる副腎っていうところから、さらに神経伝達物質が出て、血管が広がったりとか、逆に締め付けられたりとかして血圧が上昇するとか、そういったことが起きてきます。だから私たちの体って、心拍数が上がったり赤面してしまったりみたいなことが起きてくるんですね。で、これって実は誰か特定の人に起きるんじゃなくって、基本的にストレスかかった時には誰しも同じような反応が出てるというふうに言われています。はい、じゃあここでちょっと注目ですね。でも、だからといって私たちってストレス感じるものと感じないものがあったりするじゃないですか。で、人によって感じ方も違ったりとかしますよね。その点についてちょっとお話をしていきたいと思います。まずこのストレスさというところに注目してみましょう。さあ皆さん、一番最初のところで今日この動画を見るまでにいろいろストレス感じたと思うんです、感じたものを思い出してっていうふうに言ったと思うんですけど、どんなものがあるでしょう。で、それってみんな一概にストレッサーって分類でいいのかっていう話なんですけど、実はいくつかストレッサーを分類分けできます。で、ストレッサーの種類っていうものがあります。で、これもちょっと本によって分け方が違ったりもするんですけども、今日はこの5つの分け方をご紹介したいと思います。まずですね、騒音とか暑いとか寒いとか、あと眩しいとかですね、そういうのもストレッサーになります。そういうものを物理的ストレスというふうに言います。で、次、何かがあって不安になったりとか焦ったりとか緊張したりみたいな時のものは、心理的ストレスというふうに呼ばれます。で、次、有害物質、例えばなんですけどタバコとかですね、タバコの煙とか、あと、お薬とかを飲んだ場合の副作用とかもそうなんですけど、そういった薬物によって起きてくるストレスのことを生物学的ストレスというふうに言います。で、次、皆さんがイメージしやすいかなと思うんですけど、対人関係で何かしら悩みがあったりとかっていう風になると、それは社会的ストレスという風に呼ばれます。で、次、実際に何かウイルスとかですね、そういったものに感染したりとかして体の中のその本来通常の状態が崩れてしまったりとかするんですけど、そういうのもストレスになります。で、それは科学的ストレスという風に呼ばれます。はい、なので皆さんちょっと思い返してほしいんですけど、例えばなんですけど、朝皆さんどうですか、スマートフォンのけたたましい音とかで目が覚めたりとかしないですか。もうその瞬間もう騒音です、ストレスかかってます。で、例えばなんですけど、朝その嫌なスマートフォンの音で起きて、あ、うるさいみたいな。で、例えばそれが冬だったら、あ、寒いとかって思ったりとかして、で、しかもそこで目覚まし見てみたら、あれ、このまま遅刻とかってなると一気に焦りますよね。ちょっと心理的ストレスかかってきます。で、慌ててこう学校に行ったりとか行く最中に、例えばですけど、タバコを吸っている人の煙がパッと顔にかかったりとかってなれば、それは生物学的ストレスに近いものが起きているかもしれないですし、で、そういうふうに、例えばなんですけど、もし皆さんが
遅刻とかを繰り返していて、よく親に怒られて親との関係がちょっとギクシャクするとかって風になってくれば、それは社会的ストレスが生まれていることになります。でそういったストレスがかかってくると体の免疫力がやっぱ低下しやすくなるんですね。でそれで例えば風邪ひいちゃったとかっていう風になると、風邪はウイルスなので、それは化学的ストレスが今自分にかかっているっていう形になります。なので結構私たち日常生活ストレスにかなりさらされながら生きているっていうところがあります。でおそらくこの動画を見ている人は、心理学に興味があるかなと思うので、ちょっとここからは心理的ストレスに焦点当ててお話をしていきたいと思います。はい、でさっきちらっと言ったんですけど、ストレス起きた時にみんなそれぞれ感じ方違うじゃないですか。なんでちょっとそれぞれ感じ方が違うっていうところに注目したいんですけど、皆さんちょっと考えてみてください。こんな状況が起きたらどのくらいストレスでしょうか。はい、こんな状況です。あなたがたまたま電車に乗りました。で空いてる席があったので座ります。でその瞬間にちょうど自分が座っているところの左隣の人ですねから舌打ちをされた。その時あなたはイヤホンとかもねしてなくて、その舌打ち聞こえちゃったみたいな、この状況にもしあなたがいたとしたら、はい、そもそもその状況あなたにとってストレスですか、それともストレスじゃないですか、どっちでしょう。ちょっと考えてみてください。はい、で次に、もしこれがストレスだよって感じた人はちょっと考えてみましょう。それあなたにとってどれぐらいストレスですか。いやもう舌打ちとかされたらかなりストレスっていう人もいるかもしれないですし、まあ、ちょっとストレスだなっていう人もいるかもしれないですけど、皆さんどうでしょう。でこれ実際に授業とかで学生に聞いてみるんですけど、やっぱり全然ストレスだってそもそも感じないっていう人もいれば、かなりストレス、もうなんかそこに座ってられないとかっていうふうに言う人もいます。はい、そうすると同じ出来事ですよね。同じ出来事体験してもストレスの感じ方が人によって違うんです。じゃあこの違いってなんで出てくるんだろうっていうところが気になりませんか。はい、なのでこの人によってこの心理的なストレスの感じ方の違いがどういうふうに生まれてくるのかっていうところをちょっとお話ししたいと思います。はい、それをですね、心理的ストレスの発生プロセスっていうところで、お話をしていくんですけども、心理学的ストレスモデルっていうものがあります。心理学的ストレスモデルですね、ラザルスとホルクマンっていう方が、提唱したというふうな流れになっています。はい、でこのラザルスとホルクマンという人が、人はどうしてその心理的ストレスの感じ方が違うんだろうというのを見ていたときに、まずそのプロセスを2つのポイントから見ていきます。1つ目がですね、認知的評価というものになります。これはストレッサーの評価です。なのでさっき言った心理的ストレス、舌打ちをその人がどういうふうに受け取るかというところですね。でその次、コーピングというポイントがあります。コーピングっていうのは、そのストレスを受けて実際にそのストレスに対してどういうふうに対処するかっていうところですね。でこの2つのポイントから、どうしてその人のストレスの感じ方が生まれてくるんだろうっていうのを見ていきます。例えばこんな感じです。まずストレッサーとして舌打ちをされた、もうこれ私にとってストレッサーっていうふうになった場合に、私たちは認知的評価としてまず一次評価をします。一次評価って何かっていうと、まずそれをストレスだと感じるかどうかって話のところになるんですが、まあ、それを有害無害というふうに判断するっていう形になります。で例えばここで舌打ち、自分にとって全然有害じゃないよ、無害だよっていうふうになると、もちろんストレス反応は出ません。でここで終わりです。なんですけど、ここでいやすごいちょっと私にとってはストレスだっていうふうに、有害っていうふうになると、今度ここから急性ストレス反応といって、まあ情動的な反応して感情が生まれてくるって話になります。でこの後ですね、私たちはここで終わりじゃなくて二次評価をします。先ほど言ったコーピングの話ですね。はい、こちらに移ります。でこのコーピングのところでですね、例えばその舌打ちをされて、わあ有害、私にとっては有害っていう風になって、もうその後その舌打ちされたこととか、そこから生まれてきた緊張とか不安とかに対して自分で何にも対処できないっていう風に、二次評価として対処できない、不可能っていう風に判断すると、そうするとそこからストレス反応が出てきます。はい、だけどもしここでいやいやちょっと嫌な気持ちになったけど、私これ対処できるなと思って対処可能だと判断します。そうすると実際に対処行動を私たち起こすんですね。でそれがコーピングって話になるんですけど、例えばそこでその嫌な人から離れるっていうことをしたりとか、そこで緊張した気持ちを和らげるために音楽を聴いたりとか、ノイズキャンセリングイヤホンですね、そういったものをつけて少し、そう自分にこうストレスになるものから離れるっていう風なコーピングをするとしますよね。で
でそこでコーピングがうまくいけばそのままストレス反応は出なくて終わります。なんだけれども、もしここでコーピングやってみたんだけどうまくいかなかったっていう風になってしまうと、やはりそこでストレス反応が出てくるっていう風な流れになります。なので一つ同じような体験してもみんなそれぞれ感じ方が違いますよね。でその時になんで私たち感じ方違うんだろうっていうのを、このラサルスとホルクマンっていう人はまず認知的な評価が違うよねっていうところと、まあ、対処行動が実際に取れるか取れないかっていうところでも変わってくるよっていう話をします。でこれちょっと気をつけてほしいんですけど、なんかじゃあそれって有害だって感じやすい、その人がいけないんじゃない、メンタル弱いんじゃないとか、そういう話じゃないんですね。もう人それぞれ何がストレスかっていうのは、全然違うものなので、単純にストレス感じやすいからといってその人が弱いとか、そういった話ではないので、そこは間違いないようにしていただければと思います。ただなんて人それぞれこういうストレスの感じ方違うんだろうっていう時に、こういうふうに見る、考え方が一つあるっていうのは知っておいてもらえればと思います。はい、では次です。次の質問なんですけど、じゃあ皆さんストレスね、今までいろいろ人生の中で感じてきてると思うんですけど、皆さんそのストレス感じた時どうされてますか？何しますか？ストレスかかってるなって思った時に皆さんだったらどうします？ちょっともしよければ動画止めて考えてみてください。はい、で例えばなんですけど、ストレス感じたら音楽聴くとかっていう人もいるかもしれないですし、ディズニーランド行ってくるとかっていう人もいるかもしれないですし、人間関係でちょっとストレスとかってなったら、まずその人間関係の問題解決しようっていうふうに動く、動く人もいるかなと思います。はい、でこのストレスへの対処方法についてここからはお話をしていくんですけど、ストレスですね、その自分にとってストレスになっているもの、もしくはそこから生まれてきた自分のストレス反応ですね、それを解決するために、自分で何かしら対処行動を起こす。でその対処行動のことをコーピングっていうふうに言います。なのでさっき言ったようにちょっとストレス感じて音楽聴いて気分変えようみたいなのも一つコーピングっていうものになります。でこのコーピングなんですけど2種類あります。で一つは、問題焦点型のコーピングというふうに呼ばれるものになります。これはストレッサーそのものを解決しようとするような、コーピング行動のことを問題焦点型って言います。なのでもし何かしら対人関係で揉めていたら、その対人関係そのものを解決しようとするのは問題焦点型のコーピングっていう形になります。で例えば部屋が寒いとかってなったら、エアコンね、温度変えたりとかっていうことで、その寒さそのものを変えようみたいなことも問題焦点型のコーピングになります。だけど私たちが感じているストレスって何でもかんでも解決できるものじゃない場合もありますよね。でそういった時に私たちが行うのが、情動焦点型のコーピングというものになります。なのでそのストレッサーによって起きてきた自分のストレス反応ですね、不快な気持ちであったりとか、悲しくなったりとか、そういったもの自体ですね、そういう情動的な苦痛を半減させようとするために行う行動というものが情動的焦点型のコーピングというような形になります。なので音楽聴くでもいいですし、何でもいいです。そんなものは情動焦点型というふうな形になります。じゃあ皆さんちょっと考えてみてください。自分のコーピングぜひちょっと書き出してみてもらえませんか？普段自分がどんなコーピングしているか。はい、なのでちょっと良ければ動画止めて考えてみてほしいんですけれども、できるだけコーピング、自分の対処方法ですね、多ければ多いほどいいっていうふうに言われています。で人によっては100個ぐらいあった方がいいっていうふうに言われる研究者の方もいらっしゃったりするんですけど、さあ皆さんはどんなのがあるでしょうか。はい、で例えばなんですけど、先ほどから何度か言ってる音楽を聴くとかっていうのも全然いいですね。で美味しいものを食べるとかっていうのも、ストレス感じるからアイス食べようとかっていうのも、それも情動焦点型のコーピングになります。でさらに、友達や家族に話を聞いてもらう、愚痴を聞いてもらうとかっていう話もありますよね。そういうのも話すことによってスッキリするとかっていう情動焦点型のコーピングになります。でさらに人によってはもう走って気分爽快にするみたいな感じのね、その体を動かすことで対処しようというふうにする人もいるかと思います。でまあ、あんまり効果あるのかなっていうのを私自身やったことあるんですが、あんまり私は効果を感じなかったんですけど、クッション叩くとかね、そういうふうに物に当たるみたいな形で、ストレス発散する人もいるかもしれません。あと最近はあれですよね、あの推し活みたいなやつですね、推しの動画見て、好きなもの見たりとかして、でそれでちょっと嫌な気分を発散させるとかっていうのもあると思います。あとはもうそもそも寝てしまうとかっていうふうなコーピングスタイルを取る方も多いかなと思います。でさらに、実際の、問題解決型であれば、問題解決の方法を相談するというふうな方法もあるかもしれません。はい、で皆さんそれぞれ自分なりのストレスの、
ですね、対処方法を持っていただければそれで十分かなと思いますが、ちょっとここでですね、アメリカの精神医学会が推奨しているストレスの対策についてお伝えしたいと思います。全部で5つ挙げられているんですけれども、1つは、分かりやすくですね、そもそものストレッサーですね、ストレスの原因になるものを避けましょうっていうふうなことは言われています。はい、ただやっぱりそればっかりでは私たち、何でもかんでも避けていくわけにもいかないので、じゃあそれ以外の対処方法どんなものがあるのっていうお話になるんですけど、効果的だと言われているのが笑うことというふうに言われています。何もないとさすがに笑えないと思うんですけど、例えば自分が笑えるものとかですね、そういう自分が楽しめるものを用意しておくとかっていうのも一つ、コーピングになります。で3番目です、よくね体にいいっていうふうに言われる運動なんですけど、この運動も、コーピングとして役立ちます。で運動がコーピングとして役立つって言った時に、いやそれってなんかすごく走ったりとかして汗かいてストレス発散みたいな、そういうイメージされるかもしれないんですけど、これちょっとすごくてですね、運動すると私たちの体が結構変わるんです。でそれは筋肉が増えるとかそういうお話ではなくて、最初の方で私たちストレスさを感じると大脳からいろいろ反応が起きていくよってお話しましたよね。でその途中で自律神経っていうものが関わるよってお話ししたの覚えてますかね。で実は1週間に3回各30分程度、少し 息が上がる程度のですね、少し早足での散歩とかそういうものをしていると、その自律神経の反応がしにくくなるっていうところがあるんですね。なので大脳からこう刺激が流れていって自律神経が反応するっていう時に、その自律神経の興奮を抑える傾向がある。なのでストレスとしての反応が起きづらくなるっていうふうなことが言われていたりします。なので運動して気分爽快っていう風な、その気分情動焦点型のコーピングのように見えるんですけども、それだけじゃなくて実は体自体の反応も変えてくれるところがあるというふうに言われています。はい、で4番目です。そもそもサポートを得るというところですね。やっぱり私たち自分たちだけでは解決できないこともあるので、そういった時に人にサポートしてもらえると、何かしら対処ができたりっていうこともあるので、そのサポートを得ること自体がストレスへの対処方法になっていきます。で5番目、多分これ皆さん聞いたことないと思うんですけど、マインドフルネスっていうものがあります。これアメリカを含めかなりいろんなところで流行っていて、もう日本でもかなり本がたくさん売っているんですね。でアメリカの皆さんが聞いたことあるような、有名企業とかですね、あと学校とか場合によっては刑務所とか、とかでも実践されていたりします。じゃあそのマインドフルネスって何するのっていうと、言ってしまうと呼吸法です。何か緊張したりとかした時に深呼吸しましょうみたいなお話があるんですけど、マインドフルネスも呼吸法になります。なんですけど、ただの深呼吸とちょっと違うところは、マインドフルネスが大事にするのは呼吸そのものよりも呼吸している今の自分に、注意を向けるっていうところなんですね。例えばなんですけど、皆さんこんなことないですか？なんか学校で怒られたりとか嫌なことがあった時に、学校で嫌なことがありました、で家に帰ってからそのことを思い出してまた嫌な気持ちになる。今目の前で起きてない、もう学校から家に帰って時間も経ってるんだけど、そのことを思い出して嫌な気分になるとかっていうことないですか？もしくはまだ起きてないのに、あきっとこうなるんじゃないかっていうふうにネガティブなことをいろいろ考えてしまって憂鬱になったりとか緊張したりとか不安がより強くなったりとかっていうことないですか？なので今目の前で起きてることじゃない、なので過去のこととか未来のことに目が行き過ぎて逆にそれによって不安になったり憂鬱になったりっていうストレスが出てきてしまうっていうことって皆さん経験ないですか？私は結構あります。はい、でそういった時にじゃあ考えないようにしようっていうのは確かに大事なんですけど、じゃあ考えないようにするってどうやってするのって話になるんですが、このマインドフルネスはそういった点に、効果があると言ってしまうとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、そういった点に注目します。なのでマインドフルネスの場合には呼吸をゆっくりしてもらいます。で呼吸の細かい仕方についてはあまりこう厳しいことはありません。なので長く吸って吐いてとかっていう風なことではなくて、自分が心地いいように呼吸をしてもらいます。でその時の自分の体の感覚に注意を向けるようにしてくださいっていう風に言われます。
なんで今の自分の体の感覚に注意向けなきゃいけないのっていうふうに思われるかもしれないんですけど、それがさっき言った過去のこととか未来のこととか、そういう別のことですね。今の自分じゃなくて過去とか未来とか起きてないこと、目の前で起きてないことに目を向けてしまうの、今目の前で起きてる、今体に起きてることに注意を向けることによって注意を変えるっていうところに一つポイントがあります。なのでゆっくり息を吸って吐いてっていうのをしながら、例えば 鼻の空気が抜けていく感じとか、口から空気が出ていく感じとか、胸がこう膨らんだり下がったりする感じとかっていう、そちらに目を向ける。でそういう体の感覚に目を向けながらゆっくり呼吸することによって、ストレス反応を低減させるっていう風な形になります。なのでなんとなく呼吸、深呼吸すればいいんでしょって思われるかもしれないんですけど、深呼吸そのものだけが意味あるんではなくて、そこで自分の今の感覚に目を向けるっていうところがすごくポイントになっていきます。はい、では、こんな形のですねストレス対処方法がアメリカでは推進されていますので、もし皆さん良いなって思ったら、やってみていただけるといいかなと思います。マインドフルネスの本なんかも日本とてもたくさん売っていますので、ちょっと心理学興味あるとかストレス興味あるとかっていう人は、少し本屋さん見てみていただけるといいかなと思います。はい、でこんな風にですね、いろんなコーピング方法あるんですけど、じゃあコーピングってやればいいっていう話じゃなくて、やりながら少し戦略的に使えるといいと思います。というところで、コーピングの検討と実践のポイントについてお話ししていきたいと思います。まず、ちょっと言葉が難しいので読み上げるだけ読み上げますね。まず自分の自己モニタリングをしましょうっていうところが1個ポイントになります。ストレッサーの内容と自身の反応っていうところなんですけど、どんなことが自分にとってストレッサーになりやすいのか、でそういうのが来た時に自分にどんな反応が起きるのかっていうところをきちっとモニタリングしましょうっていうところですね。で実際にそういうことが起きた時に自分はどういうふうな対処方法ですね、既存の対処方法コーピングを行っていて、それをするとどんな効果があるのかっていうところを1回自分でモニタリングしてみましょう。で2番目、望ましいコーピングの具体的な検討をしましょう。じゃあ今持ってるコーピングだけじゃなくて他にどんなものがあったらいいのかとか、具体的にそれをですね実際の場面とかを考えながら、使えるか使えないかとかっていうところを検討していきます。で3番目、検討したコーピングと、実施時の結果に関する検討っていうところで、じゃあこういうふうなコーピングいいかもしれないとかって自分のコーピングを増やしたりとかするときですね、で実際に検討したコーピングを実際の場面でできるかどうか、でやったらどれぐらいの効果がありそうかなっていうところをまず検討します。でさらに4番目、ここ大事なんですけど、コーピングの実行確率です。これやったら効果あるかもと思っても、それその場ですぐできるものっていう、実行できないと意味なくなっちゃいますよね。なんで実行確率っていうものを考えます。でそういうふうにプランを立てた上で実際に5番目ですね、実践してやってみて効果がなければ他の方法を試してっていう形で実践と修正を繰り返していって、自分なりのコーピングっていうものの、プランを立てていくっていう形になります。ちょっと話が難しいと思うので少し会話口調でお話ししたいと思います。例えばこんな感じです。自分がストレスに感じるのはどんな時だろう。例えば人が揉めた時とかストレス感じるなとか、なんか失敗した時とか、特にそれが人前で失敗した時だとストレス感じるなとかっていう風にですね、どんな時に自分がストレス感じやすいのかっていうのをちょっと書き出してみたりします。でそれぞれに対して人と揉めた時って、自分はどのくらいストレス感じるんだろう。で何か失敗した時と人と揉めた時だったらどっちの方がストレス強いんだろうとかっていう、自分がストレス感じやすいものとストレスではあるけどそこまで強くないものとかっていうものを、自分の中で、分かりやすい話ランキング化してみると、少し自分のことが見えてきます。でそういったストレス感じた時自分どうなるんだっけ、反応ですねを見てみます。例えば落ち込んでへこんでっていう、でそこで人によってここも変わってくると思うんですけど、30分ぐらい引きずるとかっていう人もいれば、もうその日一日ずっと考えちゃうっていう人もいると思います。でただそんな中で何かしらコーピングしていると思うので、じゃあ実際そうなった後どうしてるのかっていうので、最終的には友達に話して聞いてもらって少し気分変えて終わってるなとかっていう、で友達に話すとちょっとすっきりするな、でもやっぱり自分の失敗で人に迷惑をかけた時はどんなコーピングしてもあんまり効果ないなとかっていう風に、まず自分にとってどんなことがストレッサーなのか、でどんな反応を自分が起こすのか、でそこから実際普段どんなコーピングしてるのか、でそれによってどんな効果があるのかっていうところを自己モニタリングしていくっていう流れですね。でこの自己モニタリングをした後なんですけれども、今度じゃあどういうコーピングしたらいいんだろう、そもそも自分ってどんなコーピングしてるっけっていうところで、自分の持ってるコーピングとさらに付け加えられるものがないかっていうところを検討します。
で例えばなんですけど、音楽聴いたりとか、YouTube 見たりとか、友達に愚痴ってみたりとか、逆やったことないけどカラオケ行ってみたりするのもいいかもしれないとかっていうふうに具体的に検討していきます。これが望ましいコーピングの検討になります。でここからじゃあ音楽聴くとちょっと嫌な気分減るな、でも一番自分のコーピングで効果があるのはやっぱり友達に話聞いてもらえることだな、でこういうふうに実施した時の結果を検討します。でただちょっとここでポイントなのが、いつでもできるのは確かに音楽聴くこととか YouTube 見ることだと思うんですね。だけど友達に話聞いてもらうっていうのはいつでもできないじゃないですか。それは相手の予定次第になってしまいますよね。そこを検討するのが実行確率の検討になります。はい、でこんなことをした上で、じゃあ実際にあなたにストレスがかかりました、でそんな時です。でまず括弧1番で学校のテストでミスしちゃったっていう風なストレスがかかったとしますよね。でこれ結構自分にとってストレスだなっていうところで自分のストレス状態を確認します。でそういえばこの前検討した時に、いつでもできる、実行できてちょっと効果があるものとして音楽聴こうとがあったなっていうのを思い出す。で実際にその音楽聴くっていうコーピングをやってみます。で3番目、で実際やってみたらやっぱちょっと気分は変わった、だけどまだやっぱり結構ストレス残ってる気がするなっていう風な感じが起きますよね。そしたら4番目、自分にとって一番コーピング効果があるもの何だったんだろうっていうのをランキング化していたとすれば、それを思い出して、じゃあ実際に友達に話聞いてもらおうと思って、友達に話を聞いてもらえるかどうか、友人の宿徳幕にですね連絡をして、話せるとかっていう風に、この時間話せるかなとか、ちょっと話聞いてくれるとかっていう風に確認をして実際に話してみる。で5番目、実際にじゃあ徳間君っていう友人とお話をして、気分がすっきりしたかどうかっていうところを確認する。でもしここでやってみたけど効果なかったっていう場合は、またこれが実践と修正なので、またコーピングスタイルを変えたりというふうな形で、自分でより良いコーピングと実践を繰り返していくっていう形になります。はい、なのでおそらくこの動画を見てくれている人は受験生さんかなと思います。ストレスも多いかなと思うので、自分がストレスかかった時になんとなくモヤモヤダラダラと長くですね時間を費やしてしまうよりは、少し戦略的にコーピングをしてみて自分の気持ちを変えてみることができると効果的かなと思います。はい、では今日のまとめになります。まず1点目ですね、ストレスっていうのは単純にストレスってものじゃなくて、ストレッサーとストレス反応っていうものからなる心と体の反応のことをストレスっていうふうに言いますよって話をしたかと思います。でなんで人によってストレスの感じ方違うのっていう背景には、ラザルスとホルクマンっていう人の説がありましたね。認知的評価、それがまず自分にとってストレスかどうかっていうところと対処できるかどうかっていう、そのあたりが人それぞれの感じ方の違いに影響しているよって話をしたと思います。で3点目、ストレスの対処方法いくつかあるって話しましたよね。でストレスへの対処方法として、実際にストレッサーそのものを解決しようとする、問題解決型のストレスコーピングもあれば、その問題を解決できない時には、自分の気分の方ですね、反応の方を変えるっていうところで、情動焦点型のコーピングがあるよって話をしたかと思います。でそういったコーピングの方法をですね、いろいろまとめて、自分のストレッサーとコーピングを自己理解して、意図的に、自分のストレスっていうものを変えていけるといいかなというふうにふうなお話を最後にしたかと思います。はい、こんな形でストレスのお話は以上になります。ストレスは多分皆さんが生活する中でどうしても切っても切れない関係だと思うので、それによって自分の日常生活がネガティブになってもしまうよりは、やっぱり自分でポジティブなものにですね、少しでもいい状態に変えていけるといいかなと思うので、ぜひ実践してみてもらえればと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。